抹茶碗は形によって季節ごとに使い分けられています。今日は季節で変わる抹茶碗の形についての話をします。形をよく見比べて味わってみましょう。なぜおもてなしになるのかということについてもお話ししたいと思います。今日は抹茶碗の持つ季節感が絵付けだけでなく形からも感じ取れるということをお話しします。夏に合った形状、冬に合った形状、そして茶碗の形でどうして季節を感じることができるのかということをお話ししますね。まずはじめに抹茶茶碗の持つ季節感について見ていきましょう。抹茶碗には季節を問わず使われるものもありますが、きれいに季節の花などが絵付けされ、美しいものがたくさんあります。抹茶碗は美しい絵付けだけでなく、形によっても季節によって使い分けがされます。季節によって使い分ける代表的な抹茶碗3つを並べてみました。真ん中が通常よく使われる形状になります。こうして並べて見比べますと、茶碗の口の広さや高さが違っているのがお分かりいただけますでしょうか。抹茶碗の形状の違いによって、どの季節にどのような茶碗が使われるのか、ということを見ていきましょう。では、ここで問題です。この写真が撮られた季節はいつでしょうか。最後に答え合わせをしましょう。ヒントは季節です。季節に適したお茶碗とは、一体どのような形状なんでしょうか。3つ並んだ一番左手のお茶碗から見ていきましょう。暑い時期に使われるこちらのお茶碗は、平茶碗と呼ばれています。左の茶碗は口が広く、高さが低いですよね。お茶の温度が冷めやすい夏用の茶碗になります。夏は少しでも涼しくお客様に楽しんでいただきたいですよね。水を張ったまま持ち出し、涼しさを演出する夏の点前もあります。そちらはまた別の機会にご紹介しますね。夏用のお茶碗が出てきましたので、次は冬のお茶碗についてお話しします。3つのお茶碗のうち、一番右のお茶碗を見ていきましょう。こちらのお茶碗を筒茶碗と呼んでいます。その名の通り、細長い筒のような形をしていますよね。口が狭く、茶碗の背の高さが高いので、お茶が冷めにくく、寒い時期に好んで使われるお茶碗です。
より寒い時期にお客様を温かくお迎えする工夫がお茶碗の形になったものがこちらの筒茶碗です。筒茶碗はその形状から絞り茶巾といって特別な扱い方をします。準備や特徴などについては別の動画でお話ししています。茶碗の形状によっても季節を表現する茶道の奥深さ、楽しんでいただけましたでしょうか。お客様に少しでも素敵な時間を過ごしていただけるよう、茶碗の形状にも心を配ります。答え合わせをしましょう。最初に見ていただいたお抹茶茶碗は夏の平茶碗でした。こうして全体を見ていただきますと、水差しもガラスで涼しげですよね。ガラスの水差しに平茶碗、この方の思いやりあふれる量の演出ですね。季節のお茶碗の仕組み方や扱いについてはまた別の機会にお話しします。チャンネル登録お願いいたします。